こんにちは。こんにちは。今日はミニピアノを使った河合さんの聴き比べミニコンサートを今日これからやります。動画としては、まあ、来られなかった方々向けに演奏とピアノの紹介ちょろっとしようかなって思って回してます。ヒシュタインというドイツのピアノメーカー、河合さんご存知ですか？あれですよね、三大ピアノですよね、世界。スタインウェイ、ベーゼンドルファ、ヒシュタインのうちの1個。そうですね、はい、僕個人の印象というかグランドピアノはもうスタインウェイが独壇場という印象ありますよね。まあ、最高峰としてはやはりスタインウェイを使う方は結構多い。ただアップライトの世界に関してはヒシュタインに関してはキングオブアップライトと呼ばれているぐらい。そうまで言われてるんですか？そうです、そうです。それは知らなかったアップライトピアノの世界ではヒシュタインがもう世界最高峰という評価ですかね。ヒシュタインは26日まで一応長野店にあります。でヒシュタインと一緒にペトロフというピアノも今日今回は用意しています。ペトロフはご存知ですか？名前は聞いたことあります。聞いたことはないチェコのピアノって知ってました？いや、ちょっと恥ずかしながら知らなかったっすね。そう、ペトロフはチェコっていう位置的にはドイツの横なんですけど、まあ、もともと宗教三権の国なんですよ。ん？要はヨーロッパなんですけど、人件費がすごく安い国なんですよ。ヨーロッパ産ピアノの中では比較的お値段が安く買えるのが一つの魅力です。ヒシュタインも姉妹モデルがあるんですよ。ホフマンっていう、ホフマンもチェコで作ってるんです。そこチェコを代表するピアノメーカーがペトロフですね。今回3台です。これとあとその後ろ側に2台ですね。あります。あるのと木目のやつですね。待って、これすごい、こんなすごいですね。まあこういう装飾、そう、これすごい思ったんですけど、これなんかこうペダルなんですか、これすごい、はい、なんかこうボコボコしてますね。ボコボコ装飾がついてるタイプで猫足になってて。そうなんですよ。まあ、こういう装飾とかがよりこだわって作ってあるの。かけなくてもいいとこにお金かけてる。かけなくてもいいって言い方はメーカーに失礼です。いや、じゃあそれは何ですか、もう価値を上げるための装飾っていうんですか。はいはいはい。だからその昔のスタイルですよね。あ、そうそうそうですね。うん、そのね、その昔のね、イニシエのスタイル。イニシエって言うなって感じですよ。まあまあまあいいでしょ、いいでしょ。はい。で、一応向こうにあるのは、はい、これの装飾が少ない版です。今回その河合さんにミニコンサートやっていただきますけど、はい、メインとして扱うのはこの2台。ちょっと まずはこの2台から触っていただきたいなと思うんですけど、じゃあ先にペトロフから弾いていただきますかね。初体験ですね。初体験です。前情報としては歌うピアノって言われてます。うん、非常に優しい音、丸みがまろやかな音色で、うん、歌うピアノっていう評されてるピアノなので、じゃあ実際にその音色を体感してみましょう。はい。柔らかいですね、本当に。そう、柔らかいんですよ。なんかお家の中で気持ちよく聴けそうな感じがするな。あ、いいコメント出ましたね。うん、なんかお家の中で、昔でいうとかサロンスタイルっていうんですか、はい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 、ちっちゃいところで社交場で弾いてもなんかすごい心地よく聴けそうな響きっていうんですかね。素晴らしい。 P118 っていうモデルなんですよ。はいはいはい。あ、まあ、背の高さなんですね。118センチっていうことなんですけど、そうなんだ。そのサロンとか、うん、あと歌の伴奏とか、そんなにピアノの音色をガンガン鳴らさない場所で、はい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 、その使うっていうのが、まあ、コンセプトなので、うん、今のコメントはね、バッチリでしたね。ここまでの YouTube を見てきた人たちは河合さん成長したっていう。あ、そうなんだ。でもなんかいろんな価格帯のモデルとか弾いてきましたけど、こう鳴らない感じのこもった感じのものとは全然違うっていうんですか、なんか柔らかい当たりなんだけど、うん、弾いててすごく心地がよくって、うん、っていう感じで、
なんだろう、あまりこうパーンと来ないけど、それが逆に心地いいっていうんですかね、うん、心地いいって思えるタイプのピアノだと思いました。ならないっていうのがそのマイナス要素じゃないんですよね。そう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 、プラスの意味で、うん、その弾き手にこうちゃんと伝わるぐらいのならなさというか丸みというか、そうですね、だからそれがすごいちょうどいいピアノ、国産のピアノにはこういう音が出るピアノないよなって気がしますよ僕は。言われてみればそうですね、感じなんですけど、そうすると長いんで、うん、ありがとうございます、はい、尺のこと考えてくれてありがとうございます。尺のことも考えられる YouTuber になってきたな。まあ非常にね、まろやかな温かみがあって、ね、ペトロフの音色って多分こういう感じです。向こうの2台も似たような、あの向こうの2台は、はい、モデル的には P118 は同じなんですよ。はいはい。繋がんなくないですか？大丈夫？ああマスクしてるかな？そうそうそう。ちょっとね来客があってね、あのすいませんすいません、カットしちゃったんですけど、はい、すいませんマスクしてますけど、あの向こうの2台とあの内部的な部分は全く同じです。あの見た目が違うだけで作りは同じなので、音色も多分似たような音色ですね。マペトロフの音色、あすごいこんな感じです。気になります。奥の皆さん次のピアノに行こうと思います。じゃあベヒシュタインに行きましょう。はい、はい、いくらでしたっけ。210万円ですよ。こう生きて中二病を患ってた時結構出た野口さんの野口さんの時に出たヤクザじゃないですかこれは。はい、ということで裏側に行きました。ペトロフの P118 ですね、うん、のあのね、C だったのか向こう側のは C1 だったんですけど、ね、こちらは P1 ですね。でペトロフの P1 は、はい、あの色とかが違ってもお値段変わらないんですよ。ヤマハとかだと黒いピアノが普通じゃないですか。そうですね。それでその木目にするとオプションでプラスいくらかかるんですけど、うん、ペトロフの場合は木目調の場合でも隣のようなツヤの場合でも黒の場合でも値段が同じです。それは嬉しいですね。選択肢が増えるんですよね。うん、確かに、まあ、お値段的には150万円ですね。
おしゃれなデザインでシンプルで、この北欧の香りがちょっとする。北欧じゃないですけど国は。違う違う、そういう匂いの方じゃなくてすぐ匂いかいなサブイベント的な形で、はい、いわゆるこれだから木目調ですよね。塗装がほとんどないものに対して、あちらはグロスの塗装があるタイプですね。手が出ましたですね。なので、まあ、以前もやりましたけど塗装が厚みが多少あるので、その音色に違いが出てるんじゃないかなっていう世界の話ですよね、はい、あの前回はね同じモデルの色違いじゃなかったので、メーカーは同じでモデルが違ったので純粋な比較じゃなかったんですけど、今回は同じモデルなのでもう本当に純粋な比較として、これは楽しみですね。そうですね、聞いていただけるので、どちらからでもいいので、好きなのかな、どっちがいいかな、どっちがいいかな、はい、こっちがいいかな。覚えてるうちに、はい、でもね、僕の印象もね、ちょっと違いますよね。うん、違う。やっぱ違うなと思いました。やっぱそう思った。うん。こっちの方が音がそのまま来たような気がする。そうですね。わかりました。うん、わかった。あのだからこっちの方がよりそのダイレクトな音色。そのままの音って感じですかね。だからちょっと暴れてる感があるなと思いました。荒っぽい感じ。そう、荒いっぽいなっていう。今まで弾いてきたペトロフ2台に比べたら、うん、ちょっと野生味を感じるというか、確かに確かに、なんかそんな感じがします ね、表現が、うん、あ、そうなんだ、俺は面白いですね。そうですね、うん、こんなに体感できると思いませんでしたね。